こんにちは、ゆらここです。今回は猫好きさんのためにギャップのジーンズをリメイクしてバッグを作りました。開閉はファスナーで、ちらっとロゴが見えるようになっています。元のジーンズの雰囲気を残したかったので、からし色のステッチはなるべくそのまま残しました。持ち手も長さ調節ができるようになっています。ちょっとおしゃれに見えるように、猫やお魚のモチーフには、本革を部分使いしています。元になるのは、バミューダタイプのジーンズです。うちでは人気がなく、ずっとクローゼットの奥にしまい込んでありました。あとはバッグにつける角管、送り管、革の切れ端など手元にあるものでモチーフを作りました。あと写ってないんですが、ファスナーも使いました。まずはじめに股下からほどいていきます。次に前股の部分のステッチをそのまま生かしたかったので、ゴロゴロしないように少し開いて、その後ステッチで平面になるように押さえます。前股が平たくなりました。前ズボンと後ろズボンに3センチぐらい段差があります。前後のファスナー口を同じぐらいの高さにしたかったので、脇の部分で6センチぐらいマチを取ることにしました。落ち着きのいいところで裾をカットしていきます。裾から1センチぐらいのところで前後のズボンを縫い合わせます。角で6センチほどバチも取ります。
外バッグの縦横の長さを測って、それとほぼ同じぐらいの内布を準備します。お好みでポケットも準備してください。ポケットをつけたら中表に合わせて両脇を縫っておきます。外バッグと同じようにまちも作っておきます。内布ができたら、布端を2つ折りにしてアイロンを当てるかステッチで押さえておきます。外表に内布とバッグ本体を合わせて、内布をステッチで本体に留め付けます。バッグの内布がついたら、今度は両脇に角管をつけるためのタブを作ってつけていきます。切り落としたズボンの裾の布を7センチ幅で切って 2.5 センチ幅のタブを作ります。タブの太さは使おうとする角管のサイズに合わせます。両脇に印をつけておいて、縫ったタブを縫い付けます。片端を縫ってから、角管を通して、厚みを少しずらして、もう片方の端っこも縫い付けます。少しずらすのは、あまりにも厚みがあると縫いにくくなってしまうからです。両端に角管がついたら、
次はファスナーです。手でまつってもいいし、ミシンで縫ってもいいです。私はミシンで押さえましたが、前開きの部分などあまりに厚すぎて縫えないところは、ところどころ手でまつってつけました。次は肩掛けのベルトを作っていきます。ベルトは90センチ欲しかったんですが、使ったのがバミューダタイプのジーンズだったので、7センチ幅カットの布を3枚剥いで作りました。タブと同じ要領で肩掛けベルトを作っていきます。縫い上がったベルトの片端を送りカンの中心部に通して縫い留めます。肩掛けベルトのもう一方の端につけるのに、革を 2.5 センチ幅で8センチほど切り出しておきます。ベルトの片端を角管に通したら、それを送りカンにくぐらせます。これで肩ベルトの長さ調節ができるようになります。ベルトの先に先ほどの革を縫い付けます。ここで一つお願いですが、家庭用ミシンはもともと革を縫うようにはできてないと思うので、やめた方がいいと思うときには無理をせずに革は省略してください。その場合肩ベルトだけでも普通につけられるので大丈夫です。
革の部分をもう片方の角管に通し縫い留めます。皮を好みの形に切り抜いていきます。作ったものはボンドで貼り付けます。